江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちらもう五輪見ません、韓国でパリ五輪の視聴率を東京五輪と比べてみたということでね。まあ時差ありますからねはい、日本と韓国は時差ないですけど、パリとはね、さすがに夜中ですからね、なかなか厳しいものあると思いますけれども、それだけじゃないようですよ、理由は。それではですね、こちら記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。地上波3局が中継した2024年パリオリンピック開会式の視聴率が 3.0% を記録した。これは2020年東京五輪時より大幅に低い数値であり、 0% 台の視聴率も見られた。28日、視聴率調査会社ニールセンコリアによると、前日午前2時から6時まで地上波3局が中継した開会式の累積総視聴率は 3.0% だった。チャンネル別では KBS が 1.4%、 MBC が 1.0%、 SBS が 0.6% の順であった。KBS は放送局の中で唯一現場の生中継を行い、差の別化を図った。レッドカーペットに登場した世界的なスターや渓谷の選手たちが選手団行進のために船に乗る姿などをリアルタイムで伝えた。2018年ピョンチャン冬季五輪の開く閉会式総監督であるソン・スーファンの専門的な解説も際立ち、メイン MC は生放送レポートをこなした。SBS は特有の愉快な雰囲気を生かした解説が際立った。五輪マスコットを活用したアニメーションで各種目を紹介し、選手たちの意気込みを聞く短いインタビュー、クリップ、チャットビューなどで多彩な見どころを提供した。解説委員とともに特別解説として登場したフランス出身の芸能人ファビアンも活躍した。MBC は他の放送局に比べてやや落ち着いた雰囲気の中で中継が進行された。各国の選手団が入場する際に国名や首都、これまでの冬季五輪の成績、今回の五輪で注目すべき選手など基本的な情報を中心に紹介し、静かで穏やかな解説を行った。ただしこの視聴率は地上波3局合計で 17.2% を記録した東京五輪開会式の生中継より大幅に低い数値である。当時のチャンネル別視聴率は KBS が 8.4%、 SBS が 4.8%、 MBC が 4% の順だった。一部では視聴率低下の原因として時差を指摘している。開催地と渓谷の時差が7時間もあり、生中継の視聴者確保が難しかったということだ。ただ渓谷選手団の五輪人気種目の本戦進出失敗も一因だ。渓谷男子サッカー代表チームは今年4月のアジアカップで敗れ、48年ぶりに五輪本戦進出を逃した。女子バレーボール代表チームも昨年7連敗で五輪予選を終えた。野球はパリオリンピックの開催種目から外れた。今回のパリオリンピック開会式では渓谷が北朝鮮として紹介されるというとんでもない事態も発生した。27日、大渓民国選手団54名は、フランス・パリのセーヌ川一帯で行われた大会開会式で、206カ国の出場国の中で48番目に入場した。渓谷は、英語名称のコリアではなく、フランス語の CORE に基づき、クック諸島、クック、アイランドの次である48番目に入場した。問題は、渓谷選手団を紹介する際に発生した。場内アナウンサーがフランス語でまず渓谷をデビュービーク、ポピュレーデモカチーク、デコリーと紹介し、英語ではデモクラティック、ピープルエス、リパブリック、オブ、コリアと繰り返した。いずれもそれぞれフランス語と英語で北朝鮮を指す言葉である。はい、ということでね、それではこちらに対する渓谷の反応を言ってみましょう。はい、ということでね、それでは一人目こちら。重要な原因は7時間の時差が決定的だよ。夜さらかししてまで見ることはない。329.3。自分のことで精一杯な世の中でオリンピックなんて関心ない。169.3。午前2時半ならワールドカップ本戦でも 10% は絶対出ない。全国民が高齢化でおじいちゃんおばあちゃんが増えていて、深夜にテレビを見る体力がない。全く。71.19。日本の時はこいつらがどれだけやるのか見てやろうという気持ちが強かったけど、今回はどうせ再放送があるだろうと思ってぐっすり寝ました。わら。56.4。 3% でもすごいよ。誰が見るの。47.3。
今はメダル順位で国威発揚していた時代ではなく、オリンピック自体に関心がないよ。23.1。オリンピックも昔話だ。国費でスポーツ育成はもうやめろ。オリンピックでメダルを取るのは個人の栄光であり、家族の喜びだ。国力の向上とは無関係だ。多くのヨーロッパの国は個人の経費でオリンピックに参加する。税金を節約しろ。選手村も解体しろ。16.1。お高く止まってフランスはもともと無知だし、イギリスと並んで悪の数軸だ。16.1。時差なんて関係ない。おかしなことを言ってるね。我々国民はそのレベルを超えているんだ。1970から80年代の国威発揚によっていた時代は終わったんだ。政府や放送局よりも国民のレベルがずっと先を行っているんだよ。これからもそうだ。ワールドカップを除いて国際的なイベントには関心ないよ。15.5。国威発揚のために見てたんだよ。国の状況を見てみろ。生活が忙しいのに。11.1。テレビ広告で大金を稼ぐために地上波が熱を上げている。人気でもない種目に先進国でも関心がないのに、メダルを取って賞金、年金、兵役特例などを得ようとしている。K 国でスポーツを楽しむ人々だけが楽しむ祭典、共産国のように選手村を今すぐ解体しろ。11。オリンピックが開かれている国で冷風機を使っている国、これが国か？なぜバスも運行しないのか？環境がそんなに大事なら狂って開催国になるか？平和な国ではない。これは泥棒の天国だ。90。我々の国際表記を変えよう。いつまで北朝鮮と混同されなければならないのか？トルコのように我々も外国人が混乱しないように先に変えよう。一度や二度ではなく頻繁に起こるのを見ると外国人が混乱しているようだ。70。性的少数者の消化？少数の人権はどうでもいい。61。時差も問題だったが、歴史的に稀に見る面白くない開会式だった。50。フランスの開会式から最悪だった。見たいと思うか？二酸化炭素排出を減らす名目で、宿舎はもちろん、選手の移動車両もエアコンをつけられず、さらに、プレーにも、K国をフランス語で北朝鮮として紹介し、大慶民国の初金メダリストのフェンシング選手を3億の名前も間違え、フランスが最悪で K国に無礼だった。この最悪のオリンピックを見たいと思うか？本当にこれは日本や C 国で開かれたオリンピックより最悪だ。オリンピックが終わるまで地上波は見ない。本当に今回のオリンピックは最悪の電波の無駄遣いになるだろう。40。もうね、毎日のようにコテンパンにやられてますからね、韓国ね、フランスに徹底的に嫌われてるよね。はい、それではですね、こちらチャットの反応いきましょう。すごいよね、本当にね。このフルボッコ具合がね、半端ないよね。見ない言ってみなかったことないよな。見ないとかじゃなくてボイコットするとか言ってたからだろ。そりゃ時間合わないんだから仕方向かろう。当然スポンサーが集まらないので放映権も購入できないしね。そりゃ出場できる種目が少ないから興味なくなったんでしょ。映ったのはピンボケの旗だったんだ。確か東京オリンピックの時に MBC は国の紹介の時にやらかしまくったもんな。だから今回は静かにやってんだ。大腸菌入りのキムチ食えなくて力出ないのかね。これからは最低3大会3カ国とも時差がきついから、これで五輪は見なくても良いんじゃない。そうそう、お隣が開催予定した32年も他国に決定して、これから半世紀はお隣開催も難しいよね。そうなんだ。なんかね、ソウルでやるとかいう話がね、韓国の掲示板で騒がれてたんですけど、ないんだ。人気種目も参加がないからね、そりゃ見ないわ。安心しな、次のロス五輪では放送権を変えないだろうから見なくて済むぞ。アーチェリーじゃ国民盛り上がらないもんな。世界の視聴者に謝罪しろって言ってたけど、国名間違いをリアルタイムで見てた自国の人々は少ないのかな。まずは次のロス五輪に参加させてもらえるかどうかを心配した方がいいんじゃねえか。強化選手にお金をかけることができる国が強いから、やっぱり国力として見られるよ。わら、どんだけ嫌われたらこの仕打ちよ。負け惜しみにも程がある笑い。お前らフランスのこと言ってるが、去年のこと忘れてるのか？どれだけの国に迷惑かけたか。しかも命に関わることをしたんだぞ。東京五輪の時は5000万の国民がついてますみたいな、なんかタイトルあったよね。選手村に掲げてましたよね。はい、今回はいないみたい。もうソース感だね。じゃあですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。